マルサンホビー動画チャンネルです。5月20日入荷の新製品再入荷品のご案内です。まず、新製品でこちらが、グッドスマイルカンパニーのモデロイドシリーズエヴァンゲリオン初号機です。こちらのはある程度成型色で色がついているプラモデルになってますので、組み立てただけでもほぼこのパッケージに近いイメージで組み上がります。とこちらが、ことぶき屋の新製品のフレームアームガールの、キュープミニの、ステレットです。こちら、ここの、写真が原寸大図のかなり小さい、ディフォルメの、プラモデルになっております。こちらの方もマルチカラープラスチックを使ってますので、ただ組み立てただけでもこれのカラーに、近いイメージの商品が作れます。あとこちらが、バンダイの、新製品です。機動戦士ガンダム水星の魔女のアクアシューターズ、スレッタとミオリネセットです。こちらの方は、パーツとしているちょっとこう手足がこう稼働するものになっており、まあ、表情パーツや手首パーツいろいろ組み合わせて遊ぶことができます。あとこちらが、マックスファクトリーの、新製品で、アクトモデのシリーズマリア・カデンツワナ、イブになります。こちらも、組み立ててからでも稼働式のプラモデルになってますので、いろいろアクションして遊ぶことができるようになっています。あとこちらはミニカーの新製品で64分の1のスバルインプレッサ WRC 1997年、モンテカルロラリーになります。でこちらが、ハイストーリーの43分の1のミニカーで、スズキフロンテのオレンジです。前がこんな感じで、後ろがこんな感じになります。こちらが、ハイストーリーの、43分の1の、スズキのビッグホーンの、黒とシルバーのツートンになります。こちらも前と、こちらが後ろになります。あと、こちらの方も新製品になります。トミカリミテッドヴィンテージのホンダ S600 のオープンです。こちらが、同じく新製品のホンダ SM600 のオープンになります。こちらも新製品の、スバルインプレッサの、ピアスポーツワゴンの、白ですね。こちらが同じく、インプレッサの、ピアスポーツワゴンの、グレーになります。こちらが、日産の、スカイラインのフォードアで、白とシルバーのツートンになります。こちらも日産、スカイラインフォードア HT の、黒と、グレーのツートンです。でこちらが、トヨタカリーナの、1600GTR。これちょっとグレーっぽいような色になっています。でこちらが、トヨタカリーナ 1600GTR の赤です。こちらが、トミカリミットヴィンテージです。日産 GTR、50のバイイタルデザインのテストカーです。ちょっと GTR の、フォルムにこういった、後ろのパーツとかが、こうちょっと形が変わったモデルになっています。こちらは、もっと危ないデカの、登場した日産のスカイラインフォードア HT の GT の、ミニカーになります。こちらが、新製品です。トミカプレミアムの、ポンティアックファイヤーバードで、色が黒になります。で、ボンネットのところにも、ちょっとあれわかんないかな。このちょっとこう、鳥のマークが入っています。あとこちらは、鬼滅の刃トミカのスペシャルカラーコレクションです。これはちょっと中に何か入っているかがちょっとお楽しみのものになりまして、この、炭治郎禰豆子、あと、善逸、これが、伊之助、あと、煉獄さんと、もう一人が、富岡義勇さんのが入ってまして、で、ちょっとメタルカラーと、あとプラス、このキャラスタンドが入っているものになります。あと、こちらは再入荷品になりますけど、プラッツの、ケンクラフトシリーズのヒノプロフィアの SH4×2 の、トラックになります。と、プラモデルの再入荷品です。イタレリのダンパートレーラーです。こちらも、イタレリの、再入荷品になります。ボルボの VN780 です。こういうボンネットタイプのトラックは非常に人気があります。こちらが、イベコハイウェイ E5、アバルトになります。こちらの方は、フィアットの、トランスポーターとして、まあ、前のがあるタイプになって、本当はこう後ろのもあるんですけど、今回ちょっと前だけの、再入荷になります。あとこちらが、タミヤでしばらく白切れてました、レオパルド、2の A6 の、ウクライナ仕様になります。
カラーリングはまあ基本的なこの NATO の3色カラーになっておりまして、でデカールにこうウクライナを、示すこの白十字のデカールとかが入っています。こちらも再入荷品になります。モデルカステンの、ドイツの3号4号戦車用の、可動履帯になります。こちら一個一個をコマではめていくようなタイプの履帯になっておりまして、自然なたるみとかが再現できるようになっています。ことぶき屋の再入荷の方で、ヘビーウェポンシリーズの、セレクターライフルです。この辺もいろいろこういった、ロボットの組み合わせやパーツの入れ替えで形が変わるモデルになっています。こちらも、ことぶき屋の、ヘビーウェポンユニットのユナイトソードです。こちらの方はいろいろ分割した状態がこれのタイプになりまして、斧やナイフ、剣などになります。あと全部のパーツを、組み合わせてこういう大きなものを作ることもできます。あとこちらはウェポンユニットのミサイル、あとロケットポットになります。こういった3ミリ軸の、穴が開いているロボットなどにいろいろ取り付けて使用する武器のセットになっています。あとこちらも、ことぶき屋のウェポンセット、ナイフセットになります。こちらは小型の、ナイフや斧などが入ってまして、こういった、持ち手がついているロボットにいろいろ持たせることができます。でこちらは、メカサプライのエクスアーマー B になります。こちらの商品は、工夫次第でいろいろこう、フレームアーキテクトなどに組み合わせたりとか、他の、フレームアームズ、あとフレームアームガールズなどに付けてこう追加アーマーが作れるようになります。あとこちらは、ことぶき屋のウェポンユニットのナイトソードです。細身の剣からかなり、太いサイズの剣までが揃っています。簡単な組み立てで使えるようになっておりますので、こちらもキャラクターロボットなどに持たすといいと思います。あとこちらも、ことぶき屋ウェポンユニットのトライデントスピアです。このパーツも組み合わせをいろいろすることによって、普通の、槍状なものや、この槍にもう少しこう幅が広がったものや、いろいろ組み合わせることができます。あとこういうロッドをつないで、こう、投擲武器みたいな形にすることもできますので、こういったのでいろいろ工夫して使ってみてください。以上、本日入荷した商品になりますので、お客様のご来店の方お待ちしております。このように入荷した商品もどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。